ペットのお悩み解決早食い編。愛犬が食事の時に興奮しすぎていたり、早食いでお腹が張っているなんてことはありませんか？食事の準備を始めると大はしゃぎ、与えるとあっという間に食べてしまったり、飲み込むように食べていて心配になる時もあります。犬の歯は噛みちぎるための構造をしているので、飲めるものは飲み込む食べ方です。噛んでいないこと自体は心配ありません。ただ空気も一緒に食べていると胃拡張や胃粘点などを引き起こすこともあるので注意が必要です。基本の食事は1日2回朝と夕方に与えましょう。その食事の前にフードを入れたチークおもちゃを使って空腹を緩めます。おもちゃの中に1回の食事の3割程度のフードを入れて遊ばせましょう。ゆっくり食べることから満足感が上がります。おもちゃのフードが食べ終わったら残りの7割のフードを与えましょう。一度満足しているので落ち着いてメインの食事に向かえます。その他にも小さな粒のフードを与えて食べにくくしたり、水を加えて食べにくくする野菜を加える方法もあります。多頭飼いの場合は他の犬に取られず安心して食べられるように食事の場所を十分に離しましょう。食事は毎日のこと。体を健やかに保てるように工夫をしてあげましょう。ペットと楽しい毎日を。